シャモニー3日目、2015年7月23日木曜日、グランモンテ展望台、間近に見るベルト神宝とドリュー神宝、ロニャンからアルジャンティエル氷河までハイキング。シャモニーより車で14分、国鉄のアルジャンティエル駅近くのロープウェイ駅、そこよりゴンドラを2回乗り換え、グランモンテ展望台へ。ホテルよりシャモニー谷を北東へ車で約9キロ14分、国鉄アルジャンティエール駅、ゴンドラで中間駅ロニャンへ。ゴンドラを乗り継いでグランモンテ展望台3275メートルへ。7時46分、ホテルのテラスより、ブレパンの UFO ラパーズ2313メートルの中腹は朝もやの中、4連泊の宿ヘリオピックスイート&スパ、部屋は406号。8時14分、朝食会場へ。朝食は好きなものを好きなだけ食べられるバフェ。ドーナツ、ハム、チーズ、それに野菜を少々。チーズ、さらにスクランブルエッグ、その他たくさん。9時20分出発です。ホテルロビー、玄関前からドームデュゴエとゴエ神宝、ホテルよりシャモニー谷を北東へ車で約9キロ14分、国鉄アルジャンティエール駅へ。アルジャンティエール村の入り口です。サンサロ中央がゴンドラの駅でした。知らずに左アルジャンティエールへ行きました。9時40分国鉄アルジャンティエール駅に駐車、トンネルを抜けてゴンドラの駅へ。グランモンテの銅像発見。トンネルを抜けさらに先へ。9時53分、ゴンドラの駅着。駅前には広大な駐車場。ミディ神宝、モンブラン、ドームデュゴエ、ゴエ神宝。アルジャンティエールより10時10分発のゴンドラでロニャンへ。10時、ゴンドラは90人ほど乗れる大型でした。
中間駅ロニャン、ゴンダラは谷川に到着。ロニャンより10時30分のゴンドラを乗り継ぎ、グランモンテ展望台へ。10時18分乗り継ぎのゴンドラ待ちです。グランモンテ神宝3275メートルの標識。道を左に行くとアルジェンティエール氷河。10時30分ゴンドラに乗車。10時40分グランモンテ展望台、標高3275メートル着。西南に見えるシャモニーは箱庭のよう。アルプスの最高峰モンブラン、ミディ神宝も見えます。モンブランはフランス語で白い山の意味です。1783年8月8日に初登頂。初登頂まではモンブランは生きては帰れない呪われた山でした。好天に恵まれ眺望は最高。10キロ先のミディ神宝も超クリア。500ミリの望遠で撮影。10時44分、気分も最高。山裾に赤い登山電車の終点、モンタンベール、標高1913メートル。氷の洞窟に行きました。ベルト神宝4122メートル、頂上まで直線距離で1700メートルぐらい。ベルト神宝の設計には登山者の列。北東のシャルドネ神宝3824メートル。年輪のような雪の層が見えます。氷河の奥に国境の山モンドラン3820メートル。きついね。営業で見るよりよっぽどいいね、こっちの方がね。標高3275メートル。空気が薄いです。酸素が欲しい。標高3275メートル、グランモンテ展望台。周囲360度の展望です。
北西にアルジャンティエールの町並み。北東にシャルデネ神宝とダルジャンティエール神宝。南東にベルト神宝とドリュー神宝。南西にモンブラン。西にシャモニー。まさに絶景。ドリュー神宝3754メートル。ミディ神宝3842メートル。指差す先には登山者の行列。雪景の上で登山教室。11時32分、山にかかる雪雲が素敵です。わあ、超かわいい。4人兄弟かな。キトです。グランモンテ展望台よりドニャンへ。12時ドニャンです。標高は1972メートル。売店で昼食購入。食事後、ロニャンより2キロ、1時間半のハイキング、アルジェンティエール氷河へ。12時40分、氷河への2キロ、1時間半のハイキングをスタートしました。下に見える街並みはアルジェンティエール。正面の山はベルト神宝4121メートル。釣り鐘荘ヘアベルです。そこに乗せならいいけど。
13時28分右奥にロニャン避難小屋昼食のみのレストランがあります。花うどの群生がありました。僕ハイキングのリーダーです。ワン。13時56分アルジャンティエール氷河に到着。来た道を戻ります。草の葉が紅葉していました。白玉草です。アザミです。キクカのレピスアウレア。釣り鐘草です。花うど。15時、三度ロニャン。ゴンドラでアルジャンティエールへ。
15時20分アルジャンティエール着。18時夕食を食べに再びホテルから外出。バルマとソシュールの銅像を通り、18時6分ミディ新報駅前です。18時16分バルマとソシュール像前を通過。18時30分日本食レストランさつき。19時久しぶりに日本食です。21時22分クレイフドームデュゴエとゴエ新報。